ヘラクレア・ポンティカは、小アジアのビチュニアの海岸のリュクス川川口にあった、古代都市。現在のトルコ共和国、ゾングルダク県カラデニズエレーリの位置に存在した。この都市は、古代イギリシアの都市国家メガラによって、紀元前560年から558年頃に創設され、ギリシア人が信じるところでは隣接するアーチャージョン、三の洞窟から、 地下世界へと入ったヘラクレスにちなんで名付けられた。入植者はすぐに先住民のマリアンデュニア美投資配下に置いたが、ヘロットのような奴隷の身分となったマリアンデュニア人に故郷から外へ奴隷として売り払われることはないとの条件が認められた。豊かで肥沃な周辺の土地と天然の良好の海産物で繁栄し、ヘラクレアポンティカはすぐに海岸に沿って遥かな東、シタルズまで、 勢力範囲を拡大し、ついには国会に自身の植民地、シタルズ、カラティス、ケルソネソスを建設した。ヘラクレア・ポンティカが記載された地図。古代ローマ新長期の紀元前264年の状況を表している。この都市の繁栄は、ガラティア人とビチュニア人によって激しく揺さぶられ、ミトリガテス戦争で完全に破壊された。ここは、哲学者。 ヘラクレーデス・ポンティカスの生誕地である。紀元1世紀頃活躍したギリシアの歴史家、ヘラクレアのメムノンは少なくとも16巻のヘラクレア・ポンティカの歴史を記述した。メムノンの作品は失われたが、ホティオスのビブリオテカに当時は残存したと思われる9巻から16巻の簡潔な解説が残されている。これらメムノンの著書は先手クレアルカスの支配から ユリウス・カイサルより、後の時代にまで及んでおり、また、最初は、ヘラクレアの人々と同盟し、後には激しく反抗した、複雑極まる蛮族ケルト人のアジアへの侵入を、含む豊富で生き生きとした記述がある。ボイオティア人の関与についての記述、パウサニアス、ギリシア案内記5.267。ありがとうございます。